白線は、未完科の多年層。かつては六種に分類されていたが、現在は全て亜種の扱いになり、白線族は一種のみからなる、一重型の属になっている。東アジアからヨーロッパ南西部にかけての、比較的乾いた草原、寒木帯や松林の下草などとして自生している。草丈は40から80センチメートルくらいで、前層にきみに似た強い臭みがある。 茎は直立し、葉は奇数上腹用で、小葉は長さ5センチメートルくらいで、円に細かい巨子がある。花は夏先で、数十輪からなる大きな相乗過剰で、五弁花は直径4センチメートル、下水の長さは3 0トルくらいになる。花の色は白か淡いピンクであるが、園芸種には藤色や紅色のものもある。漢方ではコンピを、 白新た川といい、遠い河の書物に見られる。下毒や痒み止めなどに用いられていたが、現在はほとんど用いられない。ヨーロッパでは、皮膚病の薬や打体薬として用いられていた。現在では、下水が立派なため、園芸植物としての改良が進んでいる。初秋に成熟する種を取り巻きにし、3ミリメートルほど、複度する。市販の種はあまり発芽が良くない。 弱アルカリ性のやや乾いたところを好み、高温多湿に弱い。また、ごく小さい苗のうちでないと移植ができない。ありがとうございます。